君は私に負けて死ぬのだ。作法にのっとって名乗りたまえ。もう喋ることもしんどいってのに、死にかけの女相手にも厳しいね。ひな、正しいのか。まったく報われすぎだ。天才との決闘の末に死ぬなんて、自分のようなろくでなしには過ぎた最後だった。どこでしくじったのか、途中からは本当くちゃくちゃだったけど、最後だけは結構ウェルメイドじゃん、あたいの人生。自分に酔っちまいそうだよ。ところで、結局君が私に抱いていた恨みとは何だったのかね。一体どこの戦場で君と私は会ったのかね。恨みなんかないよ。会ったのもこれが初めてだ。単にあんたみたいな陰気な男が嫌いなのさ。虎の戦士、酔った勢いで殺す虎。牛の戦士、ただ殺す牛。